今日は Amazon 輸出、実はハイリスクな無在庫販売ということですね。無在庫販売の3つのリスクについて、お知らせします。まず、売れてから仕入れると言うんですけど、実際問題、売れないことが多いです。苦労してね、何万点も出品しても売れないと。で、出品するのにね、やっぱ商品価格差があるのを探したり、仮に CSV でアップロードしたとしてもきちんとチェックする必要があるんでチェックしたり、これかなり時間かかりますんでね、その売れない儲からない無在庫販売に取り組むぐらいだったら、冗談じゃなくてね、その時間アルバイトでもして仕入れ資金を稼いで、で、仕入れて FBA で販売した方がいいです。で、パソコンの作業時間確保できるようなアルバイトっていうのをね、いくつか探してみたんですけど、例えばビジネスホテルの夜間のフロント、病院の夜間受付、駐車場受付、レンタカーの夜間受付、セルフ式のガソリンスタンドのサービスマンと。あとね、警備会社の、夜間の警備なんていうのもね、これは昔から難しい試験を受ける人、ね、税理士だの、弁護士だの、司法試験などを受ける人が、バイトやりながら勉強したというね、バイトですんで、そういうのもありかなと思います。仕入れ資金がないならないなりに、仕入れ資金を稼いだ方がいいと。ないならないなりに稼いだ方がいいってね、無在庫販売で儲けようと思ってもね、正直、いつまでも儲からないです。ね、ノーリスク、ノーリターンということになって、その時間バイトでもしてりゃよかったなと、ね、そうすれば儲かったのにってことになりますんで、なら初めからね、仕入れる商品を探せるような、ね、時間があるバイトをしちゃった方がいいです。1日例えばね、8000円ぐらいもらえれば、あるいはこれが仮にね、1日じゃなくて、1週間で少しずつやって8000円ぐらいもらえれば、その8000円で、仕入れをして、FBA で売るという形を取ればね、全然、売りやすいです。で、2番目。仮に売れたとしても、儲からない商品が売れてる可能性が高いと。これね、チェックミスで、仕入れられない商品を載せといたとかね、逆にそうであるから売れるというケースがよくあります。初めからその黒字になる商品がほいほい売れるわけがないと。無在庫でやる場合は、間違った商品だけ売れるというケースがあります。だからね、売れても赤字になる可能性が高い。で、最後に、ね、無事売れたと。ね、それを発送したら今度届かないとかね、遅れて届くっていうリスクもあります。で、これは後でね、私自身が体験した、事例をここにリンクで貼っときますので見ていただくとあれなんですけど、海外だとね、本当信じられないようなミスで届かないとかね、なくなっちゃうとか、遅れて届くとか、ね、届かないで戻ってきちゃう、いくらでもあります。で、そういうミスも全てね、Amazon の場合は出品者のリスクになるんで、ちょっと Amazon に無在庫で取り組むっていうのはね、効率が非常に悪いと。Amazon をやるなら FBA と。で、仕入れがどうしても嫌ならね、そもそも Amazon じゃなくて、独自ショップか eBay に取り組んだ方がいいというのを覚えておいてください。あと、これらのね、細かい事例なんかは、リクエストがあれば、また解説記事とか動画作りますけど、何しろ、Amazon に取り組むのはもう FBA が鉄則というのを覚えておいてください。